三菱自所レジデンス株式会社は、東京都千代田区に本社を置く日本の不動産会社。三菱自所の住宅事業を担う子会社である。2010年、2011年分譲マンション、供給個数全国1位分譲マンションブランド、ザ・パークハウスを展開する不動産会社である。2011年には、全国事業種、別分譲マンション供給個数ランキングで首位となった。 三菱実証グループ全体の事業セグメント別売上高の36.2%を占め、三菱実証グループの中核を担う。主に都心部の分譲マンション開発事業のほか、大阪市の大阪駅北地区、梅北二基地区開発事業に代表される大規模複合開発における居住用途等も手掛けるなど、全国的に幅広く事業を展開する。 2017年に竣工した地上60階建てのザ・パークハウス西新宿タワー60は現在日本国内において最高階数の超高層マンションである。また日本国外でも事業を展開しており中国、タイ、シンガポール、オーストラリアを拠点に大規模な複合開発を行う。三菱自所レジデンスは1957年創業の 東和不動産に三菱地所、三菱地所リアルエステートサービスの住宅事業部門を統合し、現象号へ変更する形で誕生した。統合前に三菱地所が得意としていた都心部の工学物件と旧東和不動産がメインとした主に郊外部における一時取得者層向け物件を統合し、2011年以降に三菱地所レジデンスが販売する。 マンションブランド名をザ・パークハウスに統一した。ブランドコンセプトは一生ものに住む。2013年にはフラグシップとなる高額マンションザ・パークハウスグランを加え、近年では都心部の賃貸マンション、分譲戸建て、投資用コンパクト分譲マンション、一等リノベーション、分譲マンションも展開する。分譲後のマンション管理はグループ会社の 三菱辞書コミュニティが担う。マンション、縦売市場動向株式会社不動産経済、研究所大阪駅北に、新たな町め北に行き、三菱辞書など開発、日本経済新聞2018年7月12日、三菱辞書レジデンス、日本最高回数のタワーマン公開、日本経済新聞2017年10月23日、海外での主な実績東京、 青山で7億7000万円マンション三菱辞書レジデンス日本経済新聞2015年6月4日約60万世帯の顧客を対象とした三菱辞書のレジデンスクラブ誕生三菱辞書グループ2018年6月28日ありがとうございます